あ、いい色してますなぁ。たまらんね、こりゃ。わかります？たまらんでしょ？これ幼虫飼ってる人はね、この白くてプリプリなのがね、たまらないんですよ。もうね、イカれてますから、僕は。イカれたおじさんですから。たまんねえな、こりゃ。はい、こんにちは。今日はですね、アクティオンズを買うと、こちらですね。今日はアクティオンズを買うとの幼虫のマット交換をしたいと思います。前回のね、続き動画になります。前回同様ですね、こちらオス6頭ですね、マット交換したいと思います。ちょうどですね、ぴったり3ヶ月経ちました。前回の撮影から3ヶ月ですね。なので、まあ、ちょっとね、データを取るにはいいんじゃないかなと思ってます。だから、孵化からちょうど1年か。そうですね、12月、まあ11月と12月孵化分なんで、ちょうど1年ですね。ぴったり1年経った幼虫のマット交換ですね。オスになります。こちらがね、アクテオンゾウカブトっていうカブトムシになります。こちらの幼虫なんで、まあ幼虫もね、やっぱりそれなりに大きいです。前回の、まあ、グラム数とね、どういう変化があるかっていうところを見ていただけたらなと思います。それではやっていきましょう。じゃあ体重計ね、体重計と準備して、手袋はめて、やりますぜ。じゃあやっていきましょう。じゃあ順番にいこうか。前回と同じ順番でいこうか。前回 73g だった幼虫ですね。どれだ？よいしょ。3g だった幼虫です。うえー。すげー、おびただしい数の飛び虫がすごいよ、これ。こいつらどうなんだろうね。もうね、うちね、うち必ずマットにこの飛び虫がね、もう湧いてしまって、もうこれはね、どうしようもないもう。これはいろんなマットにね、もう伝染しちゃって、もう、いくらマット交換しても密閉してもね、どっかからしら入ってくる。じゃあ行きますよ。じゃあ、1投目。さあ来い。結構糞も、大きい。糞も大きい。糞を見るこれ。うんこ。うんこ見ます？うんこの大きさ。これカブトムシの糞ですよ。ウサギの糞ぐらいある。ウサギの糞よりでかいかもね、これ。ねえ、おっきいでしょ。はい、失礼しました。はい、それではいきます。1投目、さあ、行くぞ。いでよ、巨大幼虫。いでよ、巨大幼虫。来い。おぉ、ちょっと幼虫、おぉ、でかくなってるぞ。ほら、でかなってる、多分いい感じ。あ、フーフーがない、フーフーが。ちょっと待って、シポシポ持ってこい、シポシポ。さあ、それでは測ってみたいと思います。いきますよ。おぉ、うんこ出た。ちょっと今来ないで。今。はい。出たー。これ 100g いったんじゃない？いくぞ。それ。あーっと、96g。まあ増えたね。73だったもんね。96g でした。はい、じゃあマット入れましょう。さあ、行くぞ。はい。次が 91g だった幼虫ですね。ね、順番に行きましょう、前回と。まあ91だったんで、まあ100は超えてると思いますよ。どうだろうね。よし、行くぞ。それ。出てこい。なんかあんま餌食ってない。こういう場合変えない方がいいのかな。さあ来い。
ほら、でかいの出てきたよ。おい、でけガオー。どうですか、でかいぞ。おお、出た出た。これなんでうんこするんだろうね、持つとね。なんか意味があると思うんだよね。こう必ず持つとさ、糞をしますよね、幼虫って。何か敵から逃げるためにね、もしかしたら糞をするのかもしれん。よし、じゃあ測ってみます。来い、100g 超えるだろう、これは。おぉ、103g。あんま、上がってないね。10g ぐらいか、増えたの。103g ね。まあ、なんかね、餌をまだ、そんなに食べてない感じ。サボってたか？餌がね、減ってないからね。もうちょい前の餌入れとこう。で、前の餌に、プラスしよう。さあ、行くぞ！はい、次が 84g だった幼虫ですね。こちらね。よし、行くぞ。おい！ほら、糞がすごい。これは増えてるんじゃない？これはもう 100g 確定っしょ。100超え。すごいすごい。これはよく食べてる。これ100アップ確定でしょ。どうかな？こんだけ食っとりゃ。ごめんよ。突然ごめんなさい。あ、いい色してますな。たまらんね、こりゃ。わかります？たまらんでしょ。こう幼虫飼ってる人はね、この白くてプリプリなのがね、たまらないんですよ。もうね、イカれてますから、僕は。イカれたおじさんですから。たまんねえな、こりゃ。これはいい。さあ来い。はい、106g きたー。やりました、 106g。伸びたね、この子は。運がすごいな。さあ、行くぞ。77って書いてあるな。まあでもこれだ。はい、行きます。ウェイ、来たー。これは遅いでしょ。これ遅いよね。さっきのやつはね、ちょっと早かったかなと思ったけど、これ完全に遅れてますよね。やっぱね、個体差ありますよね。こういうの随時チェックできないよね。でもなかなかもう この日って決めたらこの日になっちゃうよね。じゃあ行きます。はい、3ヶ月後こうなってます。遅すぎ。 75g でしたった幼虫です。うわ、もうコロ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 、すごい。このわかる？ここの黒い点なんだろう、これ。これないかな、病気かな。いきますよ。それ、どうだ。はい、94g。94。はい、94、覚えておいてください。94。はいはい、急いで入れてあげましょうね。お肌に悪いですから。乾燥肌ですから。乾燥肌になっちゃう、はい、さあ、行くぞ。はい、次が 61g だった幼虫です。よし、はい、次 61g だった幼虫。一番小さかった幼虫ですね。まあ、むしろ食べ盛りかもしれないですよね。いくよ、オープン。ほら、糞がない。なんか嫌な予感すんな。なんかダメかも。ダイエットしてるか。あれ、なんかちっちゃくなってる気がする。やば。明らかに小さい。なんかあるよね。じゃあちょっと測ってみたいと思います。前回 61g。 ちょっとダイエットしてる臭いぞ、これ。ほら、おい、 52g だぞ。どういうことだ。どうなってんだ。ん、ほとんどね、ほら、食べてないんですよ。糞がない。さあ、行くぞ。よし、はい、最後ね。はい、これ 103g だった個体です。唯一前回 100g を超えた個体になりますので、まあこれはちょっと期待してみましょう。まあいきなり120とかにはないと思うけどな。
ちょっと行ってみよう。終わった。食ってるね。遅い。もっと早く帰らないとダメだな。よし、行きますよ。うわ、でけえうんこが。こいつは一番期待できる個体かもね、我が家で。これね、やっぱでかいのが出るときってマットがサラサラしてるんですよね。自分でこういい環境を作ってんのかもしれない。うわ、やっぱね、でかい。これはでかいぞ。くぞ。ちょっと待って。ほら、でかいでしょ、これ。これは明らかにでかい。ブリンブリンですよ、ブリンブリン。これわかる？このでかさ。よし、行くぞ。さあ、何グラムでしょうか。ゴー！来い！うわい、121！おー！でかなってる。順調やで、こりゃ。これはでかなってる。よし。こいつは期待できそうだな。ねえ、元気です。よし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 。はい、終わりました。はい、1頭除いてね、全頭ね、順調に育ってました。全部 100g 超えはしなかったのか。とりあえず94、96、100手前の、個体が2頭と、あと1頭は完全にダイエットしちゃってましたね。10g 減ってましたね、3ヶ月で。ちょっとあの幼虫に関しては、この先ちょっと、どうかな。復活するかどうかですね。ちょっと原因がわからないですね。全く同じ条件で、全く同じマットで、飼ってますので、もう元々ちょっと弱い個体なのかもしれないですね。またね、続きをね、動画にしていきたいと思います。で、一番大きかったのは 121g。あちらに関してはね、ちょっともう他の個体とはなんとなく、格の違いがあるというか、もう差が出てきてるような気もします。まあ、今後、目標のね、150g、もしかしたらね、到達できるかもしれないなって、ちょっと楽しみです。では、今日はね、マット交換してみました。アクティオゾウカブトですね。はい、いつかこんな立派なね、成虫を羽化させてみたいなと思ってます。はい、それでは今日は以上になります。終わりまーす。行くぞ！さようなら！バイバーイ！